ほどがや塾、片平橋現在の片平橋後宿場と、葛飾北斎、富岳36系、東海道邸が谷ほどが谷宿は、東海道53時の4番目の宿場である。東海道では、武蔵国最西端の宿場町である。1601年、武蔵国吉住群ほどが谷に置かれた。ほどが、谷町、岩間町、神戸町、片平町の4町からなり、 神奈川塾から南西に進んだ旧東海道は、芝生村から江戸見つけを越えて宿場へ入り、片平橋を渡って、下岩間町、片平田町、下神戸町、片平上町、上神戸町、上岩町、岩間町ほどが谷町と町並みが続く。ほどが谷町には、問屋場や助号会所などがあり、さらに現在の東海道線踏切を越えた。 ほどがや橋交差点付近にあった本陣で大きく、西に折れ、茶屋町の先にあった上方見つけを経て、宿場を出ると、元来宿場のあった元町を通り、コンタ坂を登って、東戸塚駅方面へ進む。1648年までは、元町付近に宿場があり、東海道も西北の位置にあったが、新町が起立して道筋も変更になった。 新町規律の経緯や道筋変更の由来は、現在も明らかになっていない。なお、ほどが谷宿の正式なエリアは、芝生村追分けから坂井北場までとされており、このため、今田坂をほどが谷宿に含めることが多い。ほどがや本人、狩部氏の祖先は、御法城氏の家臣で、武蔵区に八方城の城代画廊を務めていた、狩部豊前、守安則。 1590年北条家が豊臣秀吉に敗れた時に安則の子、狩部では守る義里も戦死。義里の子、義重は先祖の母代を弔うため新州の善光寺に泊まるが、1601年、義重の次男である初代、狩部聖兵が幕府の命で先祖の領地、ほ戸ヶ谷に戻され、ほ戸ヶ谷や塾の本陣、名主、どんやの三役を拝命。 1870年に本人が廃止となるまでの約270年11代にわたり3役を務め、歴代当主がカリベ・セーベイを名乗ってきた。1705年には6代、セーベイの娘に豪唱、木の国や文在門の次男を入りに迎え、その持参金で本人の借財の返済に充てたと言われている。10代当主、カリベ・セーベイめは、 初代横浜総都市寄りを任命され町の行政を担い、横浜公開校、横浜道の開発に大きな役割を果たし、吉田官兵衛、高島開門と共に横浜三名士と言われた。明治元年の明治天皇と皇治二世を、カルベから、カルベに改称、現在も同地に居住している。十一代西米越津巳も、ほどがや塾の三役と横浜町の総都市寄りを務めた。 西米の孫娘、多摩は昭和天皇の上場を務めている。東海道のほか、以下の街道がほどが谷宿周辺から分岐していた。JR 横須賀線、湘南新宿ライン、ほどがや駅、または、相鉄本線天皇町駅神奈川宿引くほどが谷宿戸塚宿。ありがとうございます。